キンゾーズジャンボタクちゃんコングキンゾーズバーまずはじめに皆さん6万人おらでございます。ほんまにすごいよね。これが拡散もみんないっぱいこんなんこんなんこんなんしてくれて。めっちゃしてくれてありがとう。嬉しい。でここで皆さん気になってるやつあると思うんですけど、企画いっちゃいたいと思います。はい。大回収会協会。まあ、俺らあんまさ、これ座るって喋る企画あんまないやん。いや、マジでない。で、俺らの人間性って、ぶっちゃけどうなんみたいなとこあるじゃないですか。ありますね。まあ、ドッキリでは見たことあるけど、キャラどんな人なんみたいな。うん。今回の回で、全部暴かせていただきます。え、なんでもう一回言おう。今回の回で、全部暴かせていただきます。いろんな YouTuber の秘密とか、俺らの恋愛話とか、過去の武勇伝とかもいろいろ質問用意してるんで、根という根まで暴いていきたいと思います。で、今回はもういっちゃん大事、P 音なしでいきます。 P 音なしやな。じゃあ、余裕やん。あの、一応選手先生だけしとこうか。てんてーてんてー、てんてーなんて私たち、うん、絶対放送禁止用語などは言わないと、ここに誓います。ちょ、お前、ほんま、YouTuber ちゃうやん、こいつ。ほんま。さあ、それでは、収益効果いきましょうか。お願いします。よいしょ。早速いく。いや、もうゴリゴリね、最初にいくよ、もう。で、まあ、YouTube って、その収益を、ほんまの金額で、バンって言ったら、うん、あの、違反食らうねん。確かに。でも、伝えたいやん。うん。だから、例えてよ。なるほど。でも視聴者にも、あ、こういう金額ですよっていうのを分かりやすく伝えるために、なるほどな、一人一人例え作ってきたんで、じゃあタクちゃんからいきますか。はい。何言ったの？びっくりした。あ、違反クラブ言うてる。 えでも何万何千って言わんかったね。いやいや、10万でもあかんよ。あんま、うん、正確な数字でしょ。はい、行こう。え、次俺。うん。104,592円。うん、めっちゃ正確に言った。あかん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 。うん、あかんかんって違反食らうから。じゃあ常時行こうか。うん、車のホイール5個分。おお、ちゃんと例えるし。待って、車のホイール5個分。何の車か分からんし。ほんまに5セット分や。5セット分ぐらい。いや、でもホイールってまあまあする。お前じらすな、お前。いや、だホイールはまあ言うたら3万円から100万円まであるからね。次コング。いや、まあ、まあ、中古ですよ。まあ、中古の軽トラ2台分ぐらい。あ、待って、めっちゃ差あるで。中古の軽トラも。うん、中古やな。いや、でもほんま新品はまだいかんかな。いや、いいところ行くな。でも軽トラって、軽トラじゃない、結構高い。え、軽トラな、自動車でね。いや、軽トラやね。自動車やったらまあ少ないかなみたいな。あ、軽トラの方が高い。ゲネラルはちょっと高いんちゃう。まに、そうなの。全く車の知識ないねんから。ジャンボは俺やろ。風俗行ってオプションで清水86回分ぐらいちゃう。まあみんなこれぐらいで分かったっちゃう。いや、まあまあ6万人、まあ夢あるよ。でも、うん、まあ YouTube ドリームはあるよね。 YouTube ドリームあるよね。めちゃくちゃあるよね。いや、だから俺ら下積み結構長かったやん。で、みんなまだまだ下積み、一緒に頑張って。そこは勘違いしたの。まだまだ下積み、まだまだ下積みやったけど、もうこの1万人までの道のりが長かったやん。いや、マジで俺らほんまにさ、夜あんどきつかった。おらんて、寝る暇もなかった。こいつおらんて、お前めっちゃ切れてるやん。おらんよ。ぶっちゃけ一番モテるの誰なの。はい、これです。お前、そんな質問。いや、これ指さしてやらん。え、こっち待って。あ、てか、せーのって言う。待って待って、聞きたい。質問です。それはプライベートなのか、ファンなのか。いやいや、プライベート、ファン、クネ、どっちも。どっちとも？男して、男として一番モテてんの、結局誰なの？あー、それこれ、自分で指すのあり。キングジョージってイケメン代表が2人おって、ジャンボとタクちゃんって言うんですけど。そうです。勝てんや、かなわん。ま、ほんま全部統計して指さすんだ。いきます。せーの。なんでやねん。え、来た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 。これこれ俺や。俺コング。お前これ俺や。絶対これ俺や。ジョージ3票。あ、お前一人も。すいません、あの、これ俺。固められてますね。ジョージ3票、タクちゃん1票。
俺俺俺これ俺やんな。あれちゃうわ、ジョー俺か、うん、コング1票。え、これ俺、コング2、これ俺やん、コング2、これ俺やん。まあ、結局さ、そのさ、ジョージ、いっちゃんインスタのフォロワー多いってあるやん。うん。やし、ジョージの動画みんな人気順にしてみたらわかるけど、うん、まあ、モテてるよね。うん。どこがかっこいいやん、ジョージの。ジョージな、うん。いや、もう男気よね。え、他に、なんでお前ジョージがかっこいいと思う？ジョージかっこいいって、ほんま。まあ、DM 数もエグいもんな。DM 数エグい。まあ、あの有名インスタグラマーとか、とかもな。うん。なんかいろいろ。何その嘘つくの？え、で、結局誰がモテんの？結局ジョージがモテるっしょ。ジョージが3のコング2やけど、もうコングはもう分かりきってるから、視聴者、次いきます。大丈夫大丈夫。メンバーで結婚したい人は誰？はい、これです。ガチ悩むな。ちょっとちょっと、めっちゃ今アプローチされてます。え、どうしよう。決まった？ほんまにキモい。指差しやで。俺がやったらキモいって言われるのに、女子がやるキモいって言うんです。指差しやで。指差しやで。え、待て待て、ガチやろ。ガチやで。いくで。え、もう結婚やで。うん、秒で決めた。え、だから指差したら結婚や。秒速。うん、オッケー。いきまーす。せーの。リムはない。これめマジで嫌や。これめっちゃリムマジでリム。あ、これもちゃちゃなっちゃう。ミニから、え、ジャムから行く？え、うん、いいよ、言ってよ。え、ジャムなんでの？え、なんか一番満足させてくれる。おさまメスや。なんか照れんな。なんか満足させてくれてる。え、前も俺にさせた。うん。結婚する？いやいや。委員会。委員会。俺はジャムやな。もう趣味だから。おうおう、とりあえず趣味全部合うから、いてて苦じゃないっていう。なるほどな。それ分かるわ。ジョージは？俺ジャンボ。何や？これ、こいつ、飯何でも食ってくれね。なあ、確かに。いや、ジャンボよく食ってくれもんな、ほんま。え、お前ら3人一夫多妻で俺と結婚するか。え、やめてこ。え、じゃあ、理由、え、俺？うん。で、まあ、なんていうの、包容力あるやん。誰？ジャンボ、あ、ジャンボ最強。そうやね、強っ。ガチっすよ。全部全てにおいて受け止めてくれそうやから、もうマジで結婚したいな。ああ、そうやな。三畳一間とかで、うん、一緒に寝たい。三畳一間めちゃくちゃ金、いや、もう密着で寝たい。ああ、なるほど。めっちゃ暑い。めっちゃ汗かくけど、いけてる。ほんまにクーラーガンガンよ。18度でも多分30度ぐらいある。家賃よりクーラー代の方が高い。何言ってんねん。かくちゃん、かくちゃん、俺だ、お前や。じゃあ次の行くか。なんでだ、おい。なんでだ。理由言わんなか。言えよ。好きやから。え、ちょっとね、ガチ告白に。奇抜ガチ告白に言っていい？うん、マジでごめん。ガチフラリした。まあでもリアルになんか昔からずっとおって、一番なんかこいつに嫌な気持ち持ったことあんまないな。え、あんまな。ほんまに、あんまちか。よう切れてんの見るけど。え、違う違う、もうそれは別。ああ、それはまたちゃうよ。そんなあるのは当たり前。結婚して嫌なこと思わんやつはおらんや。うん、そんな他でもう、なんか分からへん。理由が、理由がガチなんや。でも、でも、でも、だから、それ聞いてからの好きってほんまやと思うよ。好きは、まあ、嘘やで。次行きます。行こう、行こう。メンバーの暴露話が聞きたい。今回ですね、指さして、またせーので指さして、そいつの、こいつこんなことしてましたっていう暴露を言うねんけど。オッケー、了解。でも逆に俺の暴露話、お前ら知らん。ない。いや、俺めっちゃある。めっちゃ、え、ごめん、俺もめっちゃ、ほんまにこいつもう言う、もう言うてんやん、早ない。え、あ、ごめん、うん、ごめん、でかい。あ、ちょっと、あ、ごめん。ちなみに言うと、ガチでかい、ほんまに。おい、メンバーいつでかい。でもな、でもな、穴は狭いねんな。掘ってるやん、掘ってるやん。行くで、一斉まで行く。せーの。もう、誰言って。俺前って、俺前って、誰言ってもな。ジョージから行こう、ジョージから行こう。ジョージ誰さした？キング。何の暴露？これはですね、高校の時に話遡るんですけど、同じ高校やねん、高校だけ。そう。で、高校の校則的にバイクを乗ったらダメという校則がありまして、でもまあ、キング君やんちゃやったんで、バイクに乗ってしまったと。
それを先生に見られてですね、特別指導っていう、あの、1ヶ月間、あの、授業を受けずに反省文を書かされる。おぉ、そんなあったんや。まあ、知ってんねんけど。で、その期間に、あの、僕と遊んだんですよね。うん、でも、遊んだだけだったらバレないんですけど、うん、あの、お母さんが、その、子供が一日何をしてたかっていう記録をつけるんですよ。うん、そこに、あの、フジモン、あ、じゃあ、フジモンって言われてるんですけど、フジモンと遊んだっていう記録を正直に書いたんですよ。うん、で、それを学校に提出するとバレるじゃないですか。うん、ほんなら、あの、ま、ガンガン怒られまして、で、こいつが、あの、反省してる風に見せたとっさの行動、これが手紙を書いたんですよ。その内容が、フジモン、俺と遊んで先生に怒られてごめん。かわいい。それ何年生の話？高校2年生。かわいい。2年生めっちゃかわいいやん。ほんまに俺が悪かった。さらに合わんな。うん。まあ、その時ほんまに悪いなと思ったからさ。じゃあ、キングの話でいい？ちょっと、俺、キングさしてんけど、うん、あの、小学校の頃、うん、キングって、うん、あの、ある女の一人の女の子好きだったよ。おーい！ほんで、その子が、まあ、めっちゃ、まあ、マドンナ的な存在だった、小学校の時では。ああ、わかった。で、なんか俺らはもうちょっかばっかり出してたよ、ほんま。うん。こいつが、うん、好き好き言うから、俺、一回聞いたことあるね、その子に。うん。その、雄大が、好き言うててんけど、うん、そどう思うみたいな。全くなしって言ってた。やば。え、ちょっと待って、やめっちゃショックやねんけど、俺、両前やと思ってた。ちなみにさ、今後俺分からんけど、何ちゃんなの？え、ちょ、待って。ピー入りやろ。え、ちょ、俺、両前やと思ってたけど。え、それほんまに言って、俺、バレンタインももらってんねん。え、知ってん。でも、これ、ほんまに言ってる？知ってる。え、マジでショックやねんけど。こいつあるあるは、もう自分がそう思ってたこと、大体そうじゃないから。そう。え、マジでショックやねん。え、自分かっこいいとは思ってるよ。まあ、かっこいいから大丈夫、それは。心配しないで、それは。好きなって思うてるんです。ね、ジャンボは、何ラーメン食った話？何のラーメン食ったの？あの、イオンで、うん、コングが、うん、男子便所と女子便所のマークあるやん。あれ全部逆にしとった。やばっ！小学校の時。絶対やんな！お前そんなこと。ガチなやつやんけ。やっちゃう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 。やばすぎる。一個点数出して。絶対分かる。男子便所と女子便所。うん、あ、書いたのほんまに。あの時少なかったんですよ。で、誰も人言いへんことを確認して、男子便所と女子便所書いてほんで、誰か人来たら絶対変えようと思ってた。なるほどな。アホなんじゃん、ほんまに。何の話ね。はい、次行きまーす。みんなの喧嘩話を教えて。喧嘩話？はい、このグループで。いや、武勇伝。あー、武勇伝を言う。うん。ないな。で、言った後、全部決め顔でこうやって。え、でも、あれやあの部位でいけ。もういいよ、お前死ぬはずだ。え、マジでほんまにエグいねんけど。え、マジでエグい。ガチでエグい。え、ガチでエグい。やめとけ。言っていいよ。やめとけ。お前も時効か、それ。多分時効やと思う。じゃあ言う。え、多分普通に時効じゃなかったら多分懲役20はいくな。いいよ、言え。言っていい。あ、言え。公園の砂場も近いか。全然悪ない。全然悪ない。公園で叩いてない。早すぎる。早すぎる。フライングゲットエグかったね、今。ま、ワンちゃん公園で集団リンチしたことあるやん。ほんまや、ごめんな。いやいやいや、マジでエグ。ジョージは？ガチやったやろ。あかんのじゃん。それはあかんやろ。それあかんやろ。いやー、どうだよ。これ、ピーやろ。何おもろ。ちなみに。いや、別にええんじゃん。いや、ピーやろ。え、あかんの？いや、別にいいんじゃん。まあ、後で判断しよう。ピーや。ワンチャンピーになってます。で、俺は、あの、ジャンボと一緒にトイレを手で磨いたことあります。あ、またさ。ほんまに。え、ちょっと俺も言っていい？これは、まあ、ガチじゃないですか。理由で言うと、また、あの、心が綺麗になるためとかじゃないんで、まあその理由はまあいろいろあるんでね。俺ウォシュレットバーってやる。そうウォシュレット、うん、最後はもうウォシュレットがパー出てくるところをタクシーの泥で口でアーってしません。でも鬼昔の話で、ジャンボはえ、俺言ったのか。俺カメラにバーン言ったで。最後中学校の時お前悪かったもんな。マジでタクちゃんのことはあれ落ちぐっとって、あいつ連れてきて、どうしたろうか思ったら、ボコられたった。ボコ
はおもろいと思う。こっちの顔面張り刺したった。だってお前アンパンマンなったったもんな。なったった俺はアンパンマン。卒アルマスクで出たった。ほんまや。ほんまや。ほんまじゃ。だそ写真だぞ。ほんまや。その写真がこちら。これだ。ワン、ツー、スリー。お分かりいただけただろうか。一人だけマスクをしている。はい、ということで、もうほんまに、まあ、俺からしたら初めてねんけど、こういう座っての、ゴリゴリ喋る企画やってみたけど、どうでした？楽しいな。これはおもろいな。おもろいな。こういうので、まあ、視聴っていうのは、なかなか多分再生には取れへんかもしれない。最初は。でもこれをどんどん皆さんにも伝え、いろいろ発信していきたいし。ちょっともっとな、みんなのキャラがわかるように、質問とかコメント欄で待ってるんで、どしどし書いていってください。こういう企画してほしいとかもコメント書いてほしい、ね、お願いします。喋る企画でね、うん、ということで、この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたみんなで喋ろうぜ。いつも今度こんな感じなんですよ。